まずはその実証から聞かせてください。まず昨日、竹内が先に受賞を決めたということで、新人には負けられないぞという気持ちで、今年の完封は1つありますけども、完封勝利というのは昨年の4月13日あの平野大宮球場で出たあの完封勝利であります。最後155も出てましたけども、その味はいかがですか？いやもう本当に終わるまでの大歓声が力になりまして、最後なんか力を振り絞って投げることができました。今年は初めての開幕投手になりました。この1年、チームとしては本当にあの残念な結果になりましたけども、個人としてのこの1年はどのように振り返りますか？本当に僕から始まったシーズン、すごく悔しい気持ちという方が強いんですけども、それもあって僕で始まったシーズン、最後はエルナドのマウンドは自分で終わりたいというふうに思って投げました。楽しみな選手いっぱいいますので、はい、ぜひご声援よろしくお願いします。